はい、時刻は9時30分を回りました。ということでね、今週も嘘のような本当の和ということで、和という字は、はい、ひらがなで書くと和、はい、お話ということでございますね。毎週、もう嘘、そんなことがあったの、あるのね、いろんな経験をされている方の嘘のような本当の話ね、こちらをお届けしていきたいと思います。では30分最後までね、お楽しみくださいね。ということで、この番組、はい、嘘のような本当の話ですが、メールアドレスは797@fmgino1.com、 はい、YouTube やライブ映像をね、ネット配信してます。はい、ホームページでね、アクセスしていただくと見ることができたり、はい、YouTube チャンネルも登録お願いします。はい、リスラジ、マイチューナレジオね、レディオダウンロードで聞けますのでね、よろしくお願いします。はい、では早速ですね、今週もお届けしていきたいんですがね、ゲストの方をお迎えしております。まずはね、いつものようにドクター水素ボトル、ね、いろんなことを教えてくださいますね。はい、 W.O. イースト、北条政宏さんです。はい、おはようございます。おはようございます、はい、ね、はい、もう一方はね、沖縄市から来てくれました、はい、宮里隆之さんです。おはようございます。おはようございます。はい、これね、小座でもね、流れてるということでですね、はい、宮里さん、早速なんですが、はい、はい、なんて紹介したらいいでしょうね。はい、はい、私はですね、今、障害者の、グループホームを、運営しております。でその中で今嘉手納町に、事業所が1店舗とで、今度沖縄市の南東原にもう1店舗進出する予定です。はい、はい、はい、皆さんの、何でしょう、以前はあれでしたっけ、はい、居酒屋さんでした。はい、はい、カジュアル割烹わびさび、わびさび、はい、やっていらっしゃるんですよね。そこはもう、お任せしてて、うんうんうん、で、オーナーシェフに任せていただいて、うんうん、で私は、今障害者のグループホームの方に、うん、もともとちょっと授業したかったもんですから、そちらに今ちょっと力を注いでいる形ですね。事業家ですね。事業家ですね。新進気鋭ですね。いいいい、そんなそんな、びっくりします。先ほどちょっとね、おっしゃってたんですけども、申請業務、まあ、届け出を出し、はい、国の、ね、県の許可を得るが、はい、まあ、正直とってもとっても大変、うんうん、その、まあ、書式がちゃんとあるんですけども、うんうん、それも、お人任せにされてたのかななんて投げかけましたら、ご自身でやった、はい、すごい、いえいえ、本気ですね、はい、社会に貢献、はい、もうなんか目が笑ってますけどとか言って、はい、でも、はい、なんかこう思いが終わりになったんですか。そうですね、今障害者の方とちょっと、関わらさせていただくことによって、今居場所がない方が本当にたくさんいるんですよね。だ、その中で受け入れる先を私たちの、グループホームで受け入れて、まあ、一番は職員の、研修だったりそういったことをしっかりやりながら、でいつでも、まあ、言った誰でも、迎え入れるような施設にできたらなと思ってて、確かにね、はい、障害者さん、非常に沖縄県内においてもやっぱり増えている、はい、状況にはあると思うんですけども、はい、どういった例えば、ね、うん、まあ、精神知的であったりとか、うん、身体とか、ね、はい、あとはまあ段階的にありますよね、はい、うん、障害者さんの区分というのはあると思うんですけど、うん、どういった方々をお受け入れに、うん、今入所されている方は区分1の方から5の方まで入所されてて、はい、で幅広くやってるので、まあ見ただけでとかってダメとかわけではなくて、しっかりお会いして体験してもらって、そこからどういう形でサポートできるかなという形のケアさせていただいて、はい、今この中で一番まあ僕の中で感じてるのも、障害者の児童なんですけど、児童デイサービスもどんどん増えていって、はい、その中でやっぱこの子たちが大きくなった時に、まあ受け口が今持っておかないと、まあ、今後ねご両親の、8050問題だったりとか、はあ、 そうですね、はい、そういった形にちょっと、私の会社が力になれればなと思って、あ、はい、な
るほどなるほど、すごい。いい。なんか時折私思い出すんですけど、豪快な、韓国焼肉屋さんでの大きなジョッキでね、はい、飲食されるミラトさんとちょっとかけ離れた、はい、今日ね、いえいえ、印象を持ってしまって、ね、はい、恐縮でございますけども、いやいいですね。でもね、はい、本当に、お役立ちができるね、お仕事を選ばれて、はい、うん、さぞそこで一緒に働いてくれる方を見つけるのも大変じゃないかなって、はい、私実はすごく思うんですけど。そうですね、そこが嬉しいお声で、うん、働く人はいるんですよ。すごい、はいはい。でまた、夜勤さんだったりとか世話人さんだったりっていう形も、うん、まあ、ダブルワークやってる方も7割8割ぐらいなので、そこで、まあ、数をちょっと増やしていただけたら出勤回数も少なくなるんですけど、うん、でそこをちょっと、バランス取りながらシフト組んであげて、で、まあ、意見を聞いてあげながら、やっていくとちょっとシフトもはめていけるので、はい、周りで助け合いながら。いやいやいや、すお嬢さんすごいんですよ。実は資格保持者であられる必要もね、もちろんなんですけど、うん、やっぱりなかなか大変なお仕事なので、そういう方ね、信頼関係結びながら、うん、構築しながら、働く機会をっていうのは、うん、いやさぞやっぱりね、皆さんのご人徳というか、うん、本当にご経験、生半可なことじゃないですよね。それね、聞き及ぶにつけて思います。ありがとうございます。まあそんな形でね、はい、はい、ご活躍の宮里さん、グループホームをね、障害者さんの運営されています、はい、でまあ4月からね、来月からまた、うん、新しく東原、南東原です、ね、南東原です、沖縄市南東原の方でスタートされるということで、うん、はい、何かご相談がありましたらメールでね伺えたらと、いただけたらと思ってます。じゃあちょっと一旦ね CM に入りましょうね。はい、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、ね、嘘のような本当のはということでね、お話お届けしてますけども、どうでしょうか。身近にね、いろんな方と、価値観を共存して暮らしていらっしゃる方多いと思いますね。この沖縄でもね、幸せが、みんな届きますようにということでね、はい、実は嘘のようなお話を今日は持ってきてくださってますかね、宮里さん。はい、どうでしょう今まで。はい、ありますよ。ありますか。はい、はい、多分っていうか、ま、周りとかって言ったら、人間のやっぱ体が良くなったよって話は結構あると思うんですけど、一番は最近ちょっとあったことがあって、お家の中に、知り合いと、まあ、お客様なんですけど、同じ観葉植物を、同じ時期に買われた方がいて、で同じような場所に置いてたら、うん、どっちも最初枯れてたんですよね、うん、そうすると、まあ、もう一方の方はお水あげるのを水素水に変えたんですよ。そうするともうみるみるうちにもう緑が増えて、最初枯葉的な感じになってたんですけど、どん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 緑になっていって、両方比べると全く違うんですよ。人間じゃなくて植物にも影響するんだなってすごい感じてて、はい、で僕の施設にある、観葉植物も中にいるとなんか育たないなって感じしてたんですけど、外に出したりとかってやつなんですけど、この話聞いて、うん、そしたら水素水あげたんですよ。まあ、気持ちで言ったらちょっと高めの水になるじゃないですか、パイウォーターなんですけど、水道水よりは、うん、だけどそれをかけてあげると根元の方から緑が増えてって、で今半分ぐらいまで来てるんですけど、もうそのままいったら、あ、全部緑色になってくれるなと思ってて、植物に効くっていうのがすごい今どぎも抜かれてですね、嘘って感じですけど。まあでもね、はい、ドクター水素ボトルで、はい、あとよく聞かれるんですよ、これ、え、水素水をなんですよね、あ、最初は軟水ね、ペットボトルから入れるんですけど、うんうん、こうしてね、ぷくぷくとなってるうちに水素水になるんですよという、うん、まあ、いわゆるね、こう、うん、お花から吸引していただいた後の、あとの、うん、水変えようかなっていう、それを要はトポトポっとこう、そう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 、まあ、植木鉢というか、はい、ね、はい、葉っぱに当ててあげたりとか、はい、すごい、うん、まあ、でも効き目
あるに決まってますよね、本当さんね。はい、もちろんです。あの草木が枯れるのも酸化ですから、あの酸化を取ってるので、元に戻って一番いい状態に近づいていくっていうことですね。だからしなってなってるところに水素水かけてあげると翌朝ピンとなってるっていうのはよくあります。はあ。なんか植物だったりとかちょっと気になるやつとかだったら多分すごい効果あるんじゃないかなと思ってて、気になってる例えばサボテンだとか観葉植物だったりっていうのはすごい良くなるかなと思ってるので、多分ちょっと試したいと思ったのが、うん、ちょっと枯れそうな野菜とか、ちょっとダメになりそうな野菜ってちょっと植えてると見えるじゃないですか、ね、もうちっちゃい、プランターでもいいので育ててるところに、でそれでも、畑じゃなくてもプランターでも育てれるっていうのが水素水でできて、なおかつそこでなんかね畑で採れたみたいな野菜ができたらちょっと面白いなと思ってて、すごい豆苗でやった人いるんですよ。あ、そうなんですか。 A この A エリア豆苗に、水素水を入れる、うん、かける、はい、で B エリア豆苗なんだけど普通の水道水で育てるって言ったら、はい、A エリアの方がバーって伸びちゃった、倍以上伸びたっていうのは聞きますね。やっぱ効果あるんですね。ただ消費ですね、はい、ただその時の水素水は、はい、ドクター水素ボトルする時は純水をおすすめしてるんですが、はい、その時はミネラルウォーターの方がいいですね。ミネラルが少ないとなんていうか植物育たないんで、うん、純水を使ってしまうとミネラル分が不足して大きくならないんで、普通のミネラルウォーターで水素水を作ってかけてあげればいいです。なるほど。これ、はい、ね、ま、なんでしょう、農家の方というよりはなんでしょう、すごく珍しかったり綺麗なお花屋さんもういいかもしれないですね。ですね、うん、うん、挿し木してるのもちょっと水を、水素水に変えるとか、うん、いいと思いますよ、うん、ね、このパンジーだからなんか僕もお話全然詳しくないんですけど、これをお客様に、ね、買っていただきたいっていう、うん、こというかそのお花に、ね、はい、ありだと思います。すごい、うん、確かに確かに、やっぱ、ね、植物にも効くというか育ちが変わったのはなんかすごいなんか感動的で、やっぱ人間の体が変わるって話をたくさん聞いてるんですけど、やっぱ植物にも聞いてくれて動物とかやっぱね、植物だったりっていうのもなんていうんですか、この水素自体が誰にでも効くという、いやすごい、うん、ね、面白いですよね。面白いですね。なんか聞かないやつ探してみたいですね。ね聞かないやつ。水素が聞かないやつみたいな。聞かないやつ。はい、聞かないやつね。はい、まあ、はい、でもね、生き物にはね、うん。だってワンちゃんとかの話もね、聞きましたもんね。うん、はい、ワンちゃんの話も。あ、じゃあぜひちょっと。はい、私のセミナーに来ていただいたお客さんで、うん、ワンちゃんが、もう心臓の状態が悪くて、川崎まで行って、で、もう300万250万かけて手術しないといけないと。だけど、まあ、周りの方に言われると、うん、犬にいいと、300万払って、だけど飼い主さんはやっぱ家族だから、うん、ということで手術を決定してたんですよ。で、セミナーに来ていただいて、その後に、北条社長が犬専用のちょっと水素ガスの加入例を、作っていただいて、それからどんどん、ワンちゃんが変わってきて、で今、手術しなくても、手術の日をどんどん伸ばしている状態で、来月行く予定だったけど、そこも調子良くなっているので、また再来月にしましょうという形でちょっと伸び伸びになってるってことを言ってたので、で体調も良くなってるとと、うん、いうことでしょうね。いう話なの。だからしなくても良さそうですよって言ってましたね。うんうん、そうですね。すごい。そうなんです。もう人間だけじゃないんです。ね、はい、人間だけじゃないです。前のね、出ていただいたゲストさんにもね、うん、やっぱり、まあ、お花で土で吸えるようにあてがうのがね、うんうん、なかなかやっぱりね、うん、動物の場合難しいとは言いながら、はい、やっぱりこの水素水をね、うん、普通にあげるお水としてっていうだけでもね、うんはい、変わったってね、全然良くなったっていうね、うん、ワンちゃん思ったら、まあこれも嘘で割りながら実際ね、そうですね、犬だったりも誰でも聞きます素晴らしい、はい、ということで
後半の後半はちょっと人間のお話行ってみましょうか。一旦 CM 入りましょう、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のようなね、本当のは引き続きね、日曜日の朝お届けしてますけれどもね、皆さん何でしょうね、こう健康ね、意識してもしてなくてもね、体を壊すところってあると思うんですけど、うん、ワンちゃんもいい方向に向かってるっていう話から、じゃあ人間はどんなのね、水槽お花からちょっと急にしてみるとっていうようなお話なんですけどね、北条さんちょっと出番です。そうですね、ね、ね、先週うちの会社に来られた、うん、方で、ちょっとラジオに出てって今言ってるんでね、また詳しくはご本人来た時にお話しいただこうと思うんですけど、もう子どもの頃から年4回、精密検査を受け続けて、もう50代だと思うんですけど、心臓に穴が開いていて、動脈と静脈のそのなんていうんですか、血流が混じってしまう、穴が開いちゃってるために、壁に穴が開いちゃってるんで、そういう病気で非常にね、大変ご苦労されている方がいるんですけど、もうヘビーユーザーでどれぐらい4年ぐらい吸っていただいてるんですけども、なんとね、この前の検査で壁の穴が塞がっちゃったらしいんですよ。もう本人も絶叫しましたね。4年もう本当にまめに吸い続けることによって。そうなんですよ。 で最近その医者が担当医が変わったらしいんですけど、いやいや、そもそも穴が開いてた痕跡がないって言うんですよ。でももちろん本人はね、それだけ体が辛くて延々病院に通ってるわけですからね。だって言ってみたらお医者さんで治せなかったわけですよね。そうですね、4年間。そうですね、まあ、そういうことが起こったということですね。治したかどうかは知りません。そうですよね。ですが、そういうことが起こったことは本当のことですね。うわー、いや、びっくりしましたね、それはね。なんでしょう、この細胞というか、そのまあね、世界一宇宙一小さな分子である、水素が働いて血液の流れが良くなることによって、塞いでしまう。僕が、まあ、以前心筋梗塞でね、その心臓苦しんでいた時に水素を吸い始めて3ヶ月ぐらいでそれが発作が出なくなった、でそれをあるドクターにお話をしたら、いや、君そんな簡単にね、心筋梗塞が治ったって言ってるけど、それどんなすごいことか分かって言ってるって言って、いや、でも先生、私嘘は言ってないですよって言ったら、いや、嘘だとは思ってないけど、医学的に言ったらとんでもない話だよって言って言われて、で、いや、先生ね、そのじゃあ、私もね、医学関係者でもないから、ぜひ詳しくちょっと教えてくださいっつって伺ったら、まあ、簡単に言うと、細胞の奥底にミトコンドリアという場所があって、そこの ATP っていうものが代謝していく、まあ、簡単に言うと糖の代謝ですね、これが活発になると新しい筋肉とか皮膚とか、まあ、例えばアトピーの方の新しい皮膚がきれいに出てくるのもそれによるんですけども、この代謝が整然と起こり続けていると、なかなか本来はそういうことが起こらないようなことでも新しい皮膚が出てきたりとか、新しい筋肉が出てきたりとかっていうことが起こりうるっていう話だったんですね。だからまあそういう意味では、一般的にはね、最近ではその心筋シートっていう iPS 細胞で心筋シートっていうのを作って心臓に貼り付けて、それが筋肉となって復活しましたっていうのが一般的な今の治療ですけども、そうではなくて、新しいその心臓の筋肉が出てきたことによって元気になっちゃった、こういう話ですね。だからその方もおそらくその穴が開いちゃってたところの周りの細胞が何かものすごい活発に動いて、そういうことが起こったと考えるしかなさそうですよね。嘘みたいですね。嘘みたいな。もう本人が言ってるから、ね、嘘つかないですね。嘘言っても何の得もない。そうない。お医者さんもびっくりですね。医者がびっくりする。い
や、よくね、良い方向に向かったことってだって、ね、誰かに痛くなくなって当然でしょうしね。本当に心臓は本当に皆さんね長年苦しまれるわけですけど、本当にね、あのなんていうの、あの心臓がね、あの苦しくなった時に、飲んでくださいって薬を渡されていたとしても、まあそれ握りしめながらでいいから水素吸ってみてくださいってよく言うんですよ。そしたら水素ばっかり吸ってたらそういうチャンスすら来なかったですって言ってね、そうですね、いうことになるんですよ。握りしめたそのお薬ってやっぱどうしても一時的なものになりがちでしょうね。そうですね、で劇薬ですから ね、あまり体には入れない方がいいですよね。本来ならね。うわーすごい、すごい、ね、やっぱり、ね、なかなか衝撃的というか素晴らしいね、まあ良い方向に向かった方のねお話でしたけど、宮田さんご自身はもう見るからに健康そうに見えますけど、はい、何年ぐらいになるんでしたっけ。いや1年半ぐらいですかね、うん、1回コロナになったんですけど、うん、それも、まあ、水素もう含水して含水して熱が40度ぐらいまで上がって、はい、で上がったんですけども、そこからもうあとは下がる一方で、で水素しながらなのか分かんないですけど40度熱出てもご飯食べてました、うん、すごいご飯食べました。とりあえずなんか、ね、食べれないと思ったんですけど食べとこうと思って、うん、食べて、その後また後遺症とか全くなく普通に、その日だけでしたね本当に。その後はもう全然、まあ、隔離期間だったりあるんですけど、はい、もうそれもなんかフレッシュに過ごせてフレッシュに過ごせてで、その中で家族みんなかかったんですけど、まあ家族も誰一人、後遺症残ってる方もいなく、はい、過ごされて、でちょっと水素で困ってることが一個あって、北条さんにも言いたいんですけど、鼻毛がすごい伸びるんですよ爪とかね爪とか鼻毛はね爪とか鼻毛がすごい伸びるんですよ。お手入れが大変です。お手入れが大変になります。なのでちょっとこれはどうにもなりませんそう、体は正直ですから、はい、生き物として元気になってるんでね体は正直ですから、それ本当に出てるっていうことは本当に体が反応してるってことなんだろうなって感じてて、はい、まあちょっとしたこうバロメーターとして、はい、そうですね、しっかりやってるんだな、ね、うん、確かに。でもね、何回かありますよ、うん、そのね頭髪、はい、いやもちろんね跳ねちゃった人が治りますとかね、うん、そういうあれじゃないんですけども、うん、やっぱりその毛根のね、要はこの細かいちょっとあれは別としてもこう血液がうわー回るから、はいはい、ね、すくすくと伸びてしまう。髪の毛のね、その一本一本のボリュームが出てくるようになるんですよ、吸い始めると、あ、数が増えてるってわけではなくて毛根がしっかりしてくる、はいはい、それでなんかボリューム出たよねっていう、うんうん、だからあれだ、ね、前も、ね、そろそろ時間が迫ってきてはいるんですけど、ほら女性にね、この吸い終わったというかこのね、うんうん、水素水をなったものをシュシュってやるとってありますけど、根本からその生えてくる毛の元気さが出てくるから、こう髪質こうなんかさらっと綺麗になった感じって、そう、艶が出てくるんですよね。艶が出て太さが太くなって、女性もね最近薄毛で悩まれる方多いんで、ぜひ吸ってみていただきたいですよね。はい、素晴らしいね、本当に心臓のねご負担も含めて、ワンちゃんのね、ワンちゃんも心臓でしたね、うん、体に本当に非常にね、良い方向に向かう、事例がいっぱい出ています。はい、そんなわけでね美容にも良さそうな気がしてきましたね、鼻毛にも良さそうですねはい、ということでね、嘘のような本当は今週もね楽しくいろんなエピソードをお届けしました。またね、来週も、お届けできればと思っています。じゃ今週の宮里さん、ね、それから北条さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。